こんにちは。やっほー。お仕事終わった。お疲れ様。みんなご飯は食べましたか？私はもう本当についさっき食べた本当についさっき。どうしようかな。次のさ30分配信何しようか考えなきゃね。考えときますね。あと明日のスケジュールも考えなきゃいけないんだ。明日のスケジュール相談にするか。お枠目は「こんばんは」じゃないもう頭がさもう働かなくなってきちゃったよこんにちは。星投げと50カウント。50カウントはね、配信終了までにどこのタイミングでもいいのでやってくれたら嬉しいです。分かんなくなってきちゃう。ちょっとね眠いんだよね。勉強はねしようと思ったんだけど眠くて、頭働かないわと思ったけど、でもいつ寝れば寝ようと思ってたら時間が過ぎてた時間を無駄にしてました。2週か3週か分かんなくなるだよね。こんな2週と3週かさごちゃごちゃになっててさ分かんないよね。でも私的に7時からと12時からを3週にしたくて、そうフル完了です。フル1週完了ってことかな。ありがとうございます。あ、50カウントってことか。あれ、こんなにたくさん姿見れて幸せ。ご飯の片付けしながら思った。ありがとう。幸せって思ってもらえてとても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 嬉しいそうなんだよね。でだからそう、でも交互だったらわかるけどさ、交互でもないのよね。なんで交互にしなかったのか私ちょっと記憶がないわ。なんか無理だったんだろうな、わかんないけど、なんかもしその私の、配信を組んでる枠を参考にしてなのかわかんないけど、元にしてこういう時間でやったらどうかなとか、そうなんだろう、この時間がいいとかじゃなくて、なんだろう、全部6枠7枠この時間でできるんじゃないっていうのがもしあったらね、教えてください。もうすぐ星解除されると思うので2週目お願いします、ね、みんな多分星解除の時間が違うと思うけど、まあ大体約大体ね25分ぐらいに解除されると思うのでお願いします。お願いします。ちょっと眠そうだって、ね、眠そうって毎回眠くなくても言われるけど、今はちゃんと眠いんだけど、でもちゃんと眠い割には目開いてるんだよね今。でも普通に目が眠そうな目なんですよ。バタバタして解除がずれた。ああ悲しい。でも一周でもしてくれたなら
嬉しいですこんにちは。私的にはなんかこの時間が一番見づらいのかなとかちょっと思うんだけど、どうなんだろう。9時の方が見づらかったのかなどっちなんだろう。初見です。京都市のお兄ちゃんさん、ありがとうございます。32分解除だって。あ、でも間に合うくね。間に合うじゃん多分。あ、ギリギリ。ちなみになんですけど、1日トータルでタワー分投げても返ってくる。トータルで投げても投げてくれたとしても分かんないから、分かんなくなっちゃうから、多分キリがなくなっちゃうかなって思うので、あのまとめて投げてくれたら嬉しい。もしそうだったら平日の昼間は2週多めがいいかも。12時台も2週にするってこと？おもろすぎ配信まで課題やってたけど眠すぎて何も進まなかった。だよね、眠いよね、眠いよ私もね、勉強道具は広げてあるんですけど、広げてあるっていうかさっき広げたんだけど、お昼ご飯は菓子パンでしたって。なるほど。私はなんかあの朝ごはんヨーグルト半分食べたみたいに言ったけど、その後に結構しっかりめに食べたので、枠増えればそれだけ参加。うん、でもね、あのね、組んでみたら分かるんですけど、あの6枠7枠組んでみたら絶対分かるんだけど、あのね、むずいのよ。あの私が今日のスケジュールで意識してたのは、私に別にあの配信多ければ多いほどいいと思ってるけど、私が今日重視してるのは7時台と12時台なんです。そうで、多分星2周になると、ね、2時間明けでこうなるじゃないですか。したらここが11時台になるわけよ、2周にしたら。だから12時台結局なくなっちゃう。そうで、逆にここ3周3周3周ってするとここが13時台になっちゃう。3周3周2周にすればいいの。でもここ絶対見に来れる人少ないから、だったらここ3周にした方がいいっていう考えで、ここを3周にしてこうやって組んだんです。そう、ここも2周にしたらよかったかな。でもな、多分ここから辺があれなんだろうな、難しかったんだろうな。めっちゃ消えかかってるこことか。今日の12時で多かったのか分かんない、全然見てない。どうやって判断したらいいか分かんない。だってさ、なんかこの時間帯に星何個集まりましたとか、そう何ポイント集まりましたとか出てくれたら分かるけど、そんなん分かんないから。視聴人数はさ、もあのあれにならないから、ためにならないからさ、あの星集めのために来る方も多分絶対いっぱいいるから。そうだから、そう当てにならないから分かんない、どこ人数が多かったかは。でもなんか前に昨日のスケジュールが12時でなかった時に12時がいいっていうのを結構な人たちが言ってた気がして、12時にしてみたけど、なんか正直よく分かんない、何がいいのかここが14時。
16時20分18時20分20時20分22時20分16時20分18時20分20時20分22時20分8 12 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8ああなるほどね。スケジュール立てるの、スケジュール立てるの方が大変、逆になんかもうめっちゃ頭使うんだよ。やってみてほしい。もうやってくれ、誰かやってくれと思うほどめっちゃ頭使う。本当に。明後日のスケジュールは、ね、できてるんだよね。明後日は22時22分からをやりたいがためにスケジュールを組んだので、明後日はタンラジというあのラジオ風配信を久しぶりにやるので、まあ一回だけなんですけど、スケジュール管理してるマネージャーさんもそんな、スケジュール管理してるマネージャーさん、だってあれでしょ、あのだってそれはさ、なんか何時から何時までこのメンバーに取材がとかじゃないの、そういうのって分かんないけど、まあでも本当にこういうお仕事の人は本当にすごいと思う。とりあえずえ、ねえ、今日の12時台いた人いますか？3枠目1個前、どう思いました？多かったと思う人、昼休みが13時からの人向けに9時14分を取りやめ、13時にじゃあ一回そのスケジュールで全部組んでみてください。絶対うまくいかないから、12時台にやって13時台にやってって絶対うまくいかないからね。9時台に入れてるのは間が空いちゃうから、7時と12時のその間に一枠入れれるじゃんと思って枠が少なくなるのが一番、私の戦略的には枠が多ければいいっていうあれなので、多ければ多いほど。ユミリン可愛い10個ありがとうね。人の多さ分かんないよね。だよね、分かんないよね。感覚的にとか言われても分かんないよね。ねえ。そうね。まあ一番重視したいところはどこかっていう話にはなるね。しんさん可愛い10個ありがとう。もう私は結構キツキツスケジュールじゃないですか、まあ、もともとなんだけど、まあ、キツキツにしないと枠を増やせないからなんだけど、そうこれが今日のスケジュールだけど、うちゃんレインボースター10個ありがとう。そう、これをもとに
しようかなと思うけど、でも2週と3週がちょっとごちゃごちゃになるなっていう。でも平日に20分配信をたくさんやったところで、それはどうなんだって思って、あの土日に全部20分配信してみようと思うんですけど、思ってて、土日のどっちかにね。そう、え、ね、30分6回よりさ20分9回の方がいいの？9時10時と14時15時をどっちにしようとかは言ってない。別に多分そこ正直変わんない、9時にやっても10時にやっても変わらなさそう。だからこの12時まあお昼休み、12時ぐらいがお昼休みとかあるじゃん。で朝7時6時だと早すぎるけど、7時だったらまあ準備中だけど見れるよみたいなあるやんっていう考えで、私はもうここもう今日のスケジュールはここを最初に決めたので、間に埋め込んだ、ここの2つを、時間が空いてたから、ただ単に。で、あ、こう、そう、ここも17時台もなんか16時とかにやるよりかは17時の方がいいかなと思って、に2枠の方が、2週枠の方がミスが減りますが、配信が辛いだって。あ、私がってこと？配信者が辛いってこと？週はできないのか。でもここに、まあちょっと考えますね。投げる側が楽だって。なるほどね。確かに2週の前ってさ時間ないもんな2週はい星2週の。じゃあランキング見ます。13位出がらしさん、12位せいさん、11位のりくさん、10位赤花のソルテさん、9位ラーポーさん、8位セラタのロボさん、7位リコちゃん、6位アルゴンさん、5位ウーちゃんさん、4位コウジさん、3位チャソ、2位ガーリックジュニアさん、1位ユーミリン。ありがとうございました。星がたまった人が参加する際、それだったら一周とかになっちゃうんじゃない？ちょうど制限かかってる時間とかね。だからなんか2周するためにもなんか集める時間を考えなきゃいけないわけじゃないですか。そういうことではない。2週は別に何でもいいの。まあでも2週するとしたらもうずっとカツカツにやっていけば、でもやってたらずっと回んなきゃいけないか。分かんない。なんとか間に合った。ありがとうございます。では。もう少しね、練りますね、考え。ありがとうございました。では、また、次は17時20分から17時50分までの30分配信です。3週、星3週。よろしくお願いします。バイバイ。